光と湯気だものが血の匂い。十兵衛様、死んでください。乗ってやってきた。地獄の野良犬だぜ。おひ正弘です。こんばんは。さあお楽しみいただきます。今晩はね、日本の時代劇映画の影狩りです。影狩りというといろいろ思い出される方あるんじゃないでしょうか。まずこの原作は最初週刊誌に載りました斉藤隆夫さんの劇画でした。まあ今本当にこの劇画とか長編漫画っていうのは日本映画のこの原作として大変な鉱脈になってるわけですけれども、結局白戸三平さんの忍者武芸帳とかこの影狩りとか例のベルバラとか、ああいったものがこの大きなこう宣伝をつけてくれた、こう言えるんじゃないでしょうかね。そして監督さんは、まあ、例えばこのところも首都消失なんかで大変な話題を作って、もう本当にこう第一線の増田俊夫さんです。そしてしかし影狩りっていうとやっぱり我々こうピンとくるのは主演の石原裕次郎さんと、こういうことになりますね。でこの石原裕次郎さん、本当に長いスター生活の中で何べんもこの怪我だとか病気でこう入院なんかを繰り返して、しかしそのたんびにもう本当にしたたかにこの蘇って、まあテレビにレコードに大活躍のスーパースターなんですけど、結局我々こう石原裕次郎とこういうことになりますと、1950年代の初めにスラッと長い足で日活の太陽族映画に登場した、時のこの強烈なイメージということになりますね。しかしまあその後日活がこう制作方針を変更したりなんかしたために、この石原裕次郎さんのプロダクションっていうのはおのずからこう独立する形になって、でちょうどこの影狩りっていうのはね、彼やっぱりこう胸を病んで、長い入院をしたその再起第一作なんですね。ですから大変元気ですけども、ね、やっぱりなんかちょっとこうああ病み上がりな、そんな感じもまあちょっと見えるんですけれども、まあ、しかしこれね面白いのは本当に脇の共演者ですね。まあ例えばねお相手を務めております女優さんは浅岡瑠璃子さんでも、この人本当に今もってなんて若いんだろうと思います。そして、まあ、例えば男性の方は江原慎二郎とか辰巳龍太郎とかいったそういった脇役のほかに目立つのがこの左の内田良平さん、そして右の成田美京さんですね。でこの内田良平さん惜しくも亡くなりました。こういう演技のほかに例えば八野武蔵や慎太郎さんなんてあんな詩を作ったりね、成田美京さんも本当に今もってこう非常にニヒルな抑制されたこの素晴らしい脇役で、こうやって見ると日本の娯楽映画を支えた人材ってのは変わらないんだなとつくづく思います。まあ第二次大戦後東映大映というふうに盛り上がった時代劇映画も今本当に作りにくくなってしまいました。今はむしろ時代劇で元気がいいのはテレビですよね。しかし日本映画でも時代劇の火を消すまいとする努力というのはこういうふうに続けられたわけですね。ただこの影狩りからでももう15年が経ってしまいました。Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon. 魅力的で大金持ちの紳士クラウンは、実は泥棒にかけては天才的な才能とセンスを持つ男。かねてから計画していた銀行強盗が見事成功。美しい保健調査員との恋を織り交ぜながら痛快なアクションコメディが展開されます。華麗なる賭け、スティーブ・マックイーン、フェイダーウェイでお送りします。ですか、お父さん。はい、母さん。待ってくださいね。お仕事さん、怒り出して正月をさ、実家に帰れるの。今一つキスをしてもよろしいですか。元大学教授の父が家族の顔も識別できないほどの老人になってしまった。徘徊、幻覚を繰り返す老人を抱えた家族は
てんやわんやの中、その世話を通して家族の絆を深めていきます。うちずっとアパートで待ってたんよ。アホかお前、ボケたの俺の親父やろ。治るんですか。戸明幸夫、千秋稔らの出演で現代社会が抱えた問題を笑いと涙で描く花一門。どこ行くんですか。アルカトラズ島は悪魔の島と呼ばれ、凶悪な犯罪者からも恐れられる刑務所であった。絶対脱走不可能と言われたこの刑務所から脱獄を果たした3人の男たちの命がけの行動を実話に基づいて描いています。クリント・イーストウッド主演、アルカトラズからの脱出。さあ、ここだ。主人、それを。最悪の場合には日本列島の大部分は海に沈んでしまう。日本列島に異常発生。第二次関東大地震も勃発し、1億の民を乗せた日本列島の沈没が予測された。もう開けてください。内閣総理大臣の命令です。何もせん方がいい。1億1000万の人間がこのまま日本と共に海へ沈んでしまうのが一番いいことじゃとな。全国民の国外大移動が開始される中、列島が次々に裂けていき、やがて海中に没していった。日本沈没、どうぞお楽しみに。おだらえてるんだ。歩いてても待っててもおだらえ。これからの月曜ロードショーをどうぞお楽しみください。